お疲れ様でした。お疲れ様でした。初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日ですね、はい、先発からそれから後から変わったクォーターバックすべてタッチダウンドライブに絡むという活躍でしたけれども、はい、オフェンスはかなり収穫あったんじゃないでしょうか。そうですね、ちょっと急増 OL もいまして、結構私オフェンスライン少ないんで、はい、すごいこう不安要素もあったんですけど、まあ、それなりにみんなこうブレイクしてるかなとは思います。ただちょっとまだまだ不安要素はたくさんあります最後のタッチダウンドライブ時間使えて、まあ、一つ交代編はありましたけれども、はい、5分以上のドライブだったと思います、はい、ドライブなかなか良かったんじゃないですか、ね、そうですね、長い距離というとドライブできましたし、狙ったプレーをしっかりとファーサン取れて、はい、時間かけて多分これから先の試合時間かけて多分取らなきゃいけない狙って取らなきゃいけないところ多分増えてくると思うんで、あれはいいドライブだったかなと思います、はいはい、そしてディフェンスの方は、はい、しっかりと抑えました。1本立ち上げました、はい、あれも独走だったのでどちらかというと全体的には抑えたイメージがあるんですが、ディフェンス収穫というのはどういうところにあるでしょうか。そうですね、ディフェンスはもともと戦えるメンバーが揃っているのは認識していたので、まあ、特に逆に一発を持っていかれるというのはこれから先外国人のランニングワークも多分出てくれますし、後半戦に向かってどん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 強いチームが出てきたときに個人技で多分やられるっていうのは避けなきゃいけないので、はい、我々はまだまだちっちゃいチームなんでアップセットを行わなきゃいけないチームなので、コツ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 長い距離をやられずに飛べなきゃいけない中、うん、ちょっとやられたことはちょっと悔やまれますね、はいはい、今年のエリアはスーパーへの昇格もかかったシーズンになりますけれども、はい、当然それは考えてシーズンになってますよ ね、 そ、 すね、はい、そのためにはこれから先何が必要でしょうか。そうですね、やっぱしまだまだ勝ったことないチームなので、少し勝っていくと浮き足だったりとかですね、少しこうなんだベンチの雰囲気コーチも含めてですけどすごくこう緩んでしまうんです。で後半でちょっと点が取れなかったりとか、ディフェンススーツでやられたりするので、やっぱり我々が目指す場所っていうのはここじゃなくすごい高いところにあるんだっていうことを意識してですね、まずは気持ちのところで緩まないっていうところがすごく大事かなと思ってます。去年一昨年に比べると、はい、チーム全体のスピードが非常に上がってる印象を覚えてるんですけど、はい、どうでしょう。そうですね、もう3年未満の選手がもう 80% を超えてるので、うん、すごく学生から、パフォーマンスしてきた人間がたくさん集まってきたので、リアルなスピードだったりスキルっていう面では、すごく多分高いレベルまで持ってこれてるんじゃないかなと思ってます。わかりました。初勝利おめでとうございました。ありがとうございました。